Takashi DS チャンネル。こんにちは、たかしです。水のきれいな水路にはいますね、赤アライモリ。何匹かいましてね、最初は見ていただけなんです。でもその中に一匹だけ体色が違う子がいて、この子がそうです。他にもイタコは体色が黒でお腹が赤いイモリ。何かちょっと違うと思ったら気になっちゃって、バーベキューに来ていただけだから網も持参していないし、近くで男の子が網を持っていたので借りました。もうこうなると大人も子供もないですね。完全におじさんの姿をした子供になっていました。この赤アライモリ、体色が山吹色、茶色のような色で、お腹の部分は赤じゃなくてオレンジのような色目、顔の横と尻尾の部分に婚姻色の紫っぽい色が出ているので、性別はオスのようです。水槽の用意もなかったので、少しの間プラケースにいてもらいます。ケースの中には石と昔子ガメに使っていた浮島を入れてあります。あとは餌付けですね。野生の個体を連れてきたので、生き餌以外で人工飼料の餌を食べてくれるかですね。餌の件はまた後日報告させてもらいます。イモリってこんなに可愛いとは思っていませんでした。イモリじゃないけどヤモリ、ちょっと苦手なんです。昔家の雨戸を閉めている時に上から落ちてきて腕にのかっちゃって、それ以来トカゲっぽい生き物が。赤アライモリ、ペットショップで見かけることはありますが、まじまじと見たこともなかったですね。
最後までご視聴いただきありがとうございました。次回もよろしくお願いします。